皆さんも頑張ってるんだよね。私もなんか悲しいことばっかりよ。あの子が次から次に問題を起こしてね。ね、私一生懸命離婚して働いてきたんだけどね。あの子が今少ししっかりしてればね、そんな苦労ないんだけどね。やっぱり人生はあれで厳しいよね。いろんなことありますよね。うん。ああ、この件ですか？この件。ね。盛り上げたいの方。そうだよね。聞きました。はい。ね。でもね、お亡くなりになったね、方のはね、前は、あの歌も歌ったけど R さんの歌をね。でもお亡くなりになるほど自分は苦しんでたんだからね。もうあれですよね、あのもう何にもね、ただね、あ天国でね幸せになってくださいって、安らかにお休みくださいってそう言います、私。それが亡くなった人はね、亡くなるほど苦しんでたわけですよ。過去はどんなことがあろうとね。だから今は安らかにね、ね、そう思います。私いろんな R さんの歌っちゃったけど、あの当時はね、それを聞いた時にお亡くなりになった人にね、そんな、ね、こんなこと言えませんよ。ね、ね。そうでしょう。ね、慎吾といろいろあったけどね、うん、そうよ。もう亡くなった方はね、もうね、あのゆっくりね、あのしてくださいってね、うん、私はそういう気持ちです。もう R さんの歌は歌いませんだから、うん、ね、すごい苦しんだと思います。苦しんだと思います。そういうことがあるとね、うん。その人じゃなきゃ分かんないよね、その苦しさはね。だから私はね、そこまで苦しんでたんだなと思って、慎吾といろいろあったけど今は全然憎んでません、 R さんをね。そうなんです。だから R さんの歌歌いません、もう一切ね。うん、そうだよね、りんりんちゃんね、そうだよね、それが人間だよね。うん、あ、さあちゃん、よしえさんも頑張ってくださいねって、ありがとうございます。ありがとう。ね、私もいろんなことあるんですよ。ね、せがれのことでね、私も離婚してね、一人でね、一生懸命旅館の仲居をやって働いたんですよ。ほいでね、子供がダメなのね、うちの子は働かないのよ。36でもね。だから悩んでおります。うん、ありがとうね、さあちゃん。さあちゃん頑張ってね。